それではコードユーロ R 見ていきたいと思います。まず外装からですね、フロントバンパーの右前ですけども、ちょっとここ擦った跡がありますね。この辺りとかですね。でこの辺もちょっと擦った跡がある感じで、まあ右前辺ちょっとねこう当たっちゃったかなっていう感じですかね。で、この辺りはまあ特に気になるような傷もなく、ちょっとね飛び石傷が多少あるかなというような感じですかね。こんな感じです。でグリル周り、まあ、この辺もですねちょっと、うっすらした飛び石傷みたいのはありますけども、まあ全体的には綺麗な感じですね。こんな感じです。で、左前綺麗ですね。特に気になるような傷は見当たらない感じかなという感じですけども、下の方を見るとですねちょっと擦ってるところはありますね。でヘッドライトは左右ともこんな感じでクリアな状態になってます。でボンネットへこんでるところは見当たらないですかね。でツヤもあって綺麗な、感じになっております。でまあこういう飛び石傷を、タッチアップしたような箇所とか、まあ現状そのままになっているところとかいくつかあるかなという感じですね。まあ、全体的にはツヤもあって綺麗なボンネットという感じです。続いて左のフロントフェンダー、この辺もちょっと飛び石傷がありますね。まあ、でもね黒光りしていて非常に綺麗ですね。こんな感じです。でホイールが結構割り傷多いですね。左フロントはまあほぼほぼ一周割り傷があるかなという感じです。でタイヤの溝はまだ全然残ってますね。でドアミラーは綺麗な感じで、助手席側のドア映り込みがすごいですね。綺麗な状態です。こんな感じですね。でサイドステップ周りも綺麗ですね。まあ多少飛び石傷がついているところはありますけれども、こんな感じです。で、後ろの方もサイドステップ周りは綺麗ですね。で左リアのドアもこんな感じで綺麗な状態です。そしてリアフェンダー、ちょっと薄い線傷がちらほらあるかなという感じですが、まあ綺麗ですね。無限のドアバイザーがついてます。こんな感じですね。で、側面のへこみですけれども、フェンダードア周りと特に見当たらなそうかな。ここですね。このこれちょっとへこみもありますね。うん。横から見るとここら辺にちょっといくつか薄い傷があるかなって感じですかね。ちょっとねこれね映り込みがすごく良くて見えないかもしれないですね動画ですと。リアフェンダーの方のへこみは特になさそうです。で、続いて左リアのホイール、こちらも結構ぐるっと一周ガリ傷ありますね。左側はちょっとねやっちゃった感じですかね。でタイヤの溝まだ全然残ってます。そしてリアバンパーですけども、まあ、この辺ですね、いくつか傷はあるかなという感じです。ただ全体的には綺麗ですかね。この辺もちょっと傷ですかね。ツヤもあって綺麗な感じかなと。でトランク
綺麗ですね。上面のへこみも特になく、色あせしてる感じもないですね。傷も特に見当たらない感じです。はい、続いて右側面見ていきます。ちょっとね、薄い線傷がちょっとあるかなと。あとこのサイドステップのところのここもちょっと傷ですね。あとはまあこういうところも薄い線傷が、黒なんでね、ちょっと多少仕方ないかなというところはありますけども、こんな感じになってますね。で、右リアのホイールは割り傷なく綺麗な感じですね。で、右後ろのドア、ここちょっと2箇所ほど傷があります。まあ、こことかもそのこれですね、こんな感じになってますね。で、運転席のドア、綺麗な感じですね。サイドステップ周りも、まあ、薄い線傷とか飛び石傷はありますけども、まあ、こういうところの傷ぐらいですかね。こんな感じです。で、ドアミラーは綺麗な感じで、右フロントのフェンダー、綺麗な状態ですね。そして右フロントのホイールです。こちら側もガリ傷はついてますね。このあたりこんな感じで。で、右側面のへこみですけれども、ここにちょっと1箇所だけエクボ程度のへこみがあるかなという感じですね。そして運転席ドアは特に見当たらず、フロントフェンダーも特に見当たらないですね。はい、そしてルーフです。特にへこんでるところはないですね。で、まあ、傷も特段見当たらないかなという感じです。はい、では続いて内装を見ていきます。まず運転席のドアトリム、特に気になるような傷は見当たらなそうですかね。はい。で、スカッフプレート、そしてフロアマット、まあちょっとね、ここら辺薄くなってるかなとかありますけど、まあ、そんなに大きく破れてるみたいな、そんな感じはないですね。で、純正のレカロシートです。まあすれとかも最小限じゃないかなっていう気はしますね。助手席側もこんな感じで綺麗な状態ですね。で、ハンドルは、まあ、多少擦れてるところはありますけれども、綺麗な状態かなと思いますね。で、ダッシュボード上、多少ちょっとここガサガサっとなってるところはありますかね。こういうところとか、なんか置いてたかもしれないですね。こんな感じになってます。で、ETC 車載機がこちらに装着されております。で、純正のオーディオにケンウッドのナビが、装着されているといった感じの仕様ですね。で、ここ、もともと灰皿かな、これを撤去して、この USB ケーブルがね、ここから出しているような、そんな感じですね。で、シフトノブは社外品です。こんな感じですね。この辺りはね、綺麗な感じですね。うん。あと、ドラレコがついてます。ちょっとエンジンかけてみます。かかりはね、全然スムーズな感じですね。
吹き上がりもいいですね。あ、でこのドラレコナビと連動してるんですね。で、よいしょ、ナビのメニュー的にはこんな感じです。地デジ、Bluetooth もありますね。はい、あとバックカメラが、よいしょ、こんな感じで映ります。ではリアシート、トランクと見ていきましょう。まずは右リアのドアトリム、ちょっとここに傷があるかなという感じぐらいですかね。こんな感じです。フロアマットも綺麗ですね。あとここちょっと汚れがありますね。汚れかな、あ、違った、ただの毛が置いてあるだけでした。こんな感じですね。うん、綺麗な状態です。そして、トランク広々してますね。トリム類の欠品もなく、まあトリムの汚れとかもほとんどないですね。で、車載工具がこんな感じで揃ってますと。ただここのトリムは結構ガサガサガサとなってしまってるかなという感じですね。そして、左リアのドアトリムです。こんな感じですね。綺麗ですね。スカフプレートの方も綺麗な感じで、まあリアシート周りも特段なんかこう気になるような汚れというのはなさそうですね。助手席側です。ドアトリムはちょっとここの吸って白くなっているところが2箇所ほどありますね。で、スカフプレート周りは、綺麗な状態で、フロアマットも綺麗ですね。こんな感じの内装になっております。天張りも今のところまだ垂れてはきていないですね。はい、では続いてエンジンルーム見ていきたいと思います。はい、ではエンジンルーム見ていきます。すごい綺麗なエンジンルームですね。で、このベルトがですね、すごい綺麗になっているので、ベルトを変えて、このプーリーとかもここの2箇所綺麗ですね。この辺も多分変えたんでしょうね。こんな感じでなかなか綺麗なエンジンルームですね。特に変な音とかもしてないです。ヘッドカバーも綺麗ですね。こんな感じになってますね。よいしょ、吹き上がりもいい感じです。はい、では試乗してみたいと思います。はい、それではユーロ R 試乗してみたいと思います。後期モデルですね。走行距離が78,800キロぐらいという感じです。ノーマルですね。特に何か変わってるという感じはないです。なので非常に乗り心地いいですね。今このユーロ R の動画を撮る前に FD2 の、シビックタイプ R ですね、動画撮ってたんですよ。もうその乗り心地から比べると、もうなんてラグジュアリーなんだろうって感じで、すごい乗り心地がいい。クラッチのつながりもいいですね。ミッションの入りもスコスコと入る感じです。この車重がありながらもやっぱり K20 エンジンはパワフルですね。力強く加速してくれます。
ブレーキの効きもいいですね。ユーロ R はブレンボキャリパーとか入ってるわけじゃないんですけどね、まあ、全然十分なストッピングパワーです。で踏み込めばこんな感じで、力強い加速もしてくれますね。特に室内に入ってくるような変な音というのはないですね。もう静かな感じで、まあこれぞユーロ R って感じですよね。でこのユーロ R のいいポイントはですね、車外ナビが入ってるんですね。ユーロ R 純正のナビ仕様ですと、そこを取っちゃうとこのエアコン周りの、ね、操作ができなくなっちゃって、後付けでナビを、ね、入れづらいというのがあるんですけども、純正のこうナビなし仕様ですとね、まあ、下の方にはなっちゃうんですけども、こんな感じで後付けの通勤ナビを入れることができるんですね。でそれがもうすでに入ってるという感じです。まあ、ちょっとねナビを見るには画面が下すぎるのであれなんですけど、あの例えば Bluetooth のね、経由でのこう音楽再生とか、まあ、そういうのね、こういうの入ってますとできますからね、まあ、その点なんかはねすごくいいんじゃないかなと思います。で、まあ、走りの面は特段何か違和感感じるようなところはないですね。非常に、力強いですし、駆動系も特に問題なさそうな感じですね。で室内に入っていくような変な音もないです。何かガタが出てそうというのもなさそうな感じですね。はい、以上アコードの試乗インプレッションでした。